オートショップトペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成10年式ワゴン R WRF 走行3万4000キロです。まずは外装からのご説明です。こちらの、WR はですね、グレードは WRF となりますけど、こちらのボンネットのダクトとグリルはですね、同色に塗られておりますので、リミテッドと同じような感じになってますね。はい、あとは、細かい傷などの説明をしていきます。まず、右側面ですね。こちらは特に目立つようなものはございませんね。はい、そしてリア周りですね。これはですね、この辺り、そしてこの辺りに、テコミがございますね。小さなテコミですね。はい、そして、左側面ですね。こちらも特にですね、気になるようなものはございませんね。はい、あとフロント周りですね。まあ、ちょっと飛び石とかでこう飛び石傷ですかね、そういったものはございますね。はい、基本的にはかなり綺麗なお車となっておりますね。はい、続きまして内装のご説明です。まずこちらのワゴン R の一番の特徴はですね、走行距離ですね。はい、現オドメーター 34,130 キロですね。はい、それにちなんでですね、内装もかなり程度が良くなってます。ハンドルその他純正品となります。はい、状態はご覧のようにですね、擦れもほとんどないような状態ですね。かなり綺麗な状態です。シフトノブもですね、まだシワっていうんですかね、目が綺麗に残ってますので、かなり綺麗な状態ですね。はい、続いてシートの状態ですね。左右ともにですね、損傷もなく、破れもなく、へたりもほとんどないですね。かなり綺麗な状態となっております。はい、内装は以上です。続きましてエンジンルームのご説明です。はい、エンジンはタイミングチェーン方式の K6A ツインカムターボですね。インタークーラー付きです。はい、あとはサビの状態とかを見ていきましょう。はい、タペットからカバーのからの、オイル漏れなどもなく、かなり綺麗な状態ですね。こちらは右側のストラット部分ですね。続いて左側の方ですね。はい、ご覧のようにですね、かなり程度良好となっております。続いて下回りのご説明です。まずは足回りから見ていきましょう。はい、ご覧のようにですね、特に深いサビもなく綺麗な状態です。続いてフロアですね。
はい、フロアの方も、ご覧のようにですね、特に目立つ錆もなくですね、もうほとんどないって言っていいほどですね、綺麗な状態となっております。最後にリア周りですね、まずは左側からです。で右側ですね。で最後にトランクフロアを見てみましょう。はい、ご覧のようにですね、まあ、例えばこういったサビも表面サビなので全く問題はございません。はい、以上となります。